はい、整体院カズ院長のカズです。動画をご覧いただきありがとうございます。はい、カンちゃんほら、明けましておめでとうって。明けましておめでとう。明けましておめでとうございます。はい、今はですね、私たち家族はですね、近所にあるですね、氏神様にですね、お参りに来ています。はい、まあ、あの1月1日初詣ということで、まあ、まずはあの地域の氏神様にですね、挨拶をしてですね、でそこからまたこうおのおの好きな神社にですね、あのお参りに行くというような形になります。はい、まあ、私が住んでいる平塚はですね、平塚八幡宮だったりとか、あと隣の市にですね、市というか町にですね、寒川町に、寒川神社というですね、まあ、あの有名な神社があるんですけど、まずは氏神様に挨拶に来たというような形です。はい、まあ、いろいろなですね、まあ、神社というか、まあ、お寺とかですね、まあ日本人って無宗教っていうふうに言われていますけども、やっぱり神教だったり仏教の文化がこう残っているってところはですね、すごく私も興味あるところ で患者さんに昔に言われたことがあってですね、まあ、神様に対してこうお参りするときにこうお願い事をこうするんではなくって、何か自分がやっぱりこの1年間またどういうことをしていくのかっていうことをですね、しっかり宣言して、それを見ていってくださいっていうふうにですね、言った方がいいんだよっていうふうにですね、言われてから私はそのようにすることにしています。なのでまた今年1年このように行動していきますので、まあ、見ていてくださいっていうところですね、お伝えしたところであります。あと、まあ、おみくじもしてきました。はい、おみくじ、まあ、中吉だったんですけども、はい、まあ、いろいろ書いてあったんですけども、世の中のために尽くせば良いようにこう行きますよっていうことが書いてあったので、まあ、今年1年もですね、まあ、世の中の人のためにですね、はい、どのようなことがですねできるのかということを考えながらですね、行動していければなというふうに考えています。はい、でそこで今日ですね、何をお伝えしたいかというと、私からですね、お年玉をあげるということですね、お年玉あげますよっていうですね、内容をお話ししたいんですね。はい、まあ、何かというと、まあ、年末の、去年の年末ですね、3日間限定で、まあ、ファスティングのですね、デトックスキャンペーンという形でマグマソルトとマグネシウムをつけてですね、やりますよっていうお話をさせていただいたんですけども、1月1日の今日にもなってですね、まだキャンペーンできますかっていうことをですね、結構お話しいただくんですね。はい、なのでそれはまあ3日間延長します。はい、3日間延長します。なので 1,2,3 ですね、三が日はですね、まだデトックスキャンペーン続けようと思っていますので、少し確認したところもう少し残ってるっていうことなので、ものがですね、はい、なので、まあ、1,2,3 はですね、3日間私からの、まあ、お年玉ということで、ファスティングにご興味があってですね、動画を見るのを忘れていた、やっぱりやろうかなやらないかなっていうふうに迷ってるうちにですね、年が明けてしまったっていうことがの方がいらっしゃったらですね、ぜひですね、お申し込みいただいてですね、今年1年のですね、スタートをですね、切っていただければなというふうに思います。はい、まあ、ファスティングのデトックスキャンペーンの詳細はデトックスキャンペーンの動画をですね、下にリンク貼っておきますので見ていただければと思います。はい、なので私からのお年玉ということですね、3日間延長しますというようなお話をさせていただきました。もうこの神社のですね、すぐ隣にですね、今公園があって、うちの子供もですね、滑るような感じですね。ほら、滑っといで。あれやったいんだけどな。滑んないの？はい、滑んないみたいですね。はい、そんな形でまた1年間ですね、私も、まあ、人のため、世のためにですね、尽くすように情報発信頑張っていきたいと思いますので、本年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、もうお年玉としてですね、デトックスキャンペーン3日間延長しますので、もしご興味があれば下に動画のリンク貼っておきますので、詳細ご覧になっていただければと思います。はい、今日は1日ゆっくりしてですね、2日までは、明日はちょっと親戚で集まるので、そこでまあゆっくりして3日から稼働しようかなというような形です。まあ、ファスティングのこうサポートは今日もあるのでですね、まあ、仕事としてはちょっとあるんですけども、はい、ちょっと今年1年また頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ではですね、本日はこれで以上になります。動画をご覧いただきありがとうございました。